はい、どっこいしょ。というわけで、高知 G3 初日特選、もうこれはここしかないです。13137134167、正直、高知500バンクっていうのもあるんですけど、もう犬伏選手が仕掛けて、そこも新山選手の前受けで、ちょっとそこが長引いたところ、もう1のヒロトが、南さんも連れてのショートまくりの17ワンツーフィニッシュか、まあショートまくりがちょっと早めになっちゃった時に、ちょっと垂れてきたところも外から深谷さんがぶっ放す、このもう1さんの頭しか見えません。はい、でまあ3着は、京平くんが割としっかりともう突っ張れて、その番手、今日は6番山崎義人選手なんで、まあ番手選手が3着残るぐらいの感じかなと。まあ一応坂井陽選手も一発あるかなっていうので、短期勢でまあ一応入れてますけど、本命は1頭は硬いで、まあ3着に6だったり、あとは南さんがちょっと遅れてくるとか、まあそんな感じかなという。これで高知初日 G3 特選勝負、はい、あなたの車検見せてください。おお、1点で好きだね、好きですね、1点でそこまで好きなら頭で買えばいいのにっていう、南近畿押しね、頭はないです、はいはい、これでもちょっといつも大体なんとなく分かるけど、これヒロトとワンツーにしなかったのはもうシンプルに安いから、はい、あ、なるほど、まあとはもうやっぱ一応ぐちゃぐちゃになるんじゃないかなと、深谷さんの一撃ね、はい、まあね、そうだね、その先行争い、先行というか逃げ屋たちが3人いるから、ってる逃げ3人いるんで、うん、でヒロトがワンチャンうちに包まれちゃった時に、深谷さんが外ぶっ放して、あとは南さんの、まあ、コース取りなりぶっ放しで、習字がもう横横、うん、横の習字が、まあ、だからちょっと怖いのは高知直線が短いっていうのはあるけど、まあまあまあヒロトならいい位置取れると思うんで、そっからのねっていう習字。あと慎太郎さん、こういう時の慎太郎さんだから習字言うて、俺も3、7あるね、3、7あるね、3、7ってやったらもうダブルいいよ、 OK、 まあそうだよ、そうでいいよ、3がそこでしょ、習字シュージ行け、シュージもう行こう、ヨウさん、ヨウさんもっとさ、なんかやる気出してよ、3着でもいいんだよな、ヨウさん714とか最高、731だけやめて、137だけやめて、137だけはもうやめて、137だけ、まあそれは走んねえもんな、一発だからもう500は一発、なるほど、修二さん、修二さん、修二さん頼むぞ、修二てかマジ、ヨシヒト頼むぜ、シュージ、お前が3着入ってくれればじゃあ前行くんだけど、ヨシヒトまあでももう一番いい位置を超えてくれたら、稲市直線どっから、こっから、あそこから4コーナー、4コーナー終わってからここから、ここから道で、稲渕君行こう、一回稲渕君行こう、稲渕君行こうな、シュージー、シュージー、武士が出るのが思ったより遅い、いや、もっと早く行った方がいいんじゃない、マスライン、要はそっち行くんだよ、いいよ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 、いや、それでつかないか、ふめ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 、俺はもらった、ふめ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 、よしよしよし、俺はもらった、2つくんだよ、2つくんだよ、2つくんだよ、いやいや、きついな、きついな、きついな、いいよ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 、オッケーオッケーオッケー、よしもらった、よし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 、このままよし、まだ我慢しろ、まだ我慢しろ、我慢しろ、我慢しろ、このよし、飛んできた、飛んでこい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 
いやちょっとね、牛くんが出るの思ったより遅かった上に全然京平くんを叩ききれないで、番手も、山崎義人選手も全然足を使わずに、まあ多少横振ってたけどね、全然足使わずに、3番手まですんなりいけて、逆によくヒロトが1着取れたなっていう、もう東北展開、コーチの直線の短さ、そしてまくりの効かなさ、いやもう本当にやっぱヒロトの出方が一番うまかったんだろうね、ショートまくりというのは。1400円で1万円だよ、はあ、1600円で1万円だよ、